踊るアホに見るアホ。勢力の強い台風7号が迫る中、徳島市長が中止要請を出したにもかかわらず、実行委員会は開催を強行。大雨が降る中、タレントの宮迫さんも参加。今までもコンプライアンスに逆らって世間から厳しい指摘を受けた宮迫さん、今回も時間が経つにつれその批判のほどはひどくなりそうです。元相方の蛍原さんがそういうところを指摘するように、重要なところで適切な行動が取れない宮迫さん、決して義理や人情で参加しているわけではない。宮迫さんと踊る権利を高額で販売したことによる仕方なしの行動、しかしそれで得た金銭よりもさらに大きなものを失いそう。他のインフルエンサーに比べて踊りはしっかりしていたが、宮迫さんの受難は続く。